にちは、ハチライダーです。今日は10月の18日、すっかり秋らしくなってきました。なんだか涼しいです。本当最高のバイク日和ってやつだな。今日は長門にある川尻岬まで行きたいと思います。川尻岬の存在は全然知らなくて、インスタグラムでいいところなのでよかったら行ってみてくださいとおすすめしていただいたので行ってみようと思います。今日も安全運転で行きたいと思います。田んぼもね、だいぶ刈り取られちゃいましたね。去年もね、なかなか黄金の瞬間っていうのはあんまり取れなくて、一番いい時期をなんかドンピシャで見るってなかなか難しいですよね。あーでも右側とかすごい。あーいいですね。毎年思うけど、阿東のあたりのわーってこう田んぼがあるところ、あそことかね、一番いい時期に見たいっていつも思うんだけど、意外と早いんだよな。ね、来年こそは見逃さないように行きたいですね。この黄色いのがね、すごい、この花粉すごい出しそうなやつ。うわー、黄色黄色黄色。今日は波が穏やかですね。今気づいたんですけどね、また県道28号は今走っていて、この間も長門の方に行ってましたよね。私すごいあっちの方行ってるな。何回も寄ってるけど、もうちょっとね、こう県外とかも走ってもいいんじゃないかと思ってるんですが、結局山口県内をぐるぐると走ってます。まあいいところだからね、何回行ってもいいんだ。動画的にね、皆さんが飽きないかが心配だけど、山もね、やっぱり紅葉が始まってますよね。来週は紅葉を見に行こう。うん、ウォーキングシューズを持って長門峡に行くのもありかも。今ですね、ずっと走って県道31号の、もう長門に入ったのかな、まだ入ってないか、まあ、その辺りに来ました。今11時なんですけど、なんか川尻岬の方にご飯があるのか謎なので、
長門の温泉街のところにある瓦そばを食べようかと思います。そこの瓦そばはねすごく美味しいんですよ。そこの瓦そばは何回かお友達を観光に連れてきた時に食べたことがあってすごいね美味しいんですよ。お店もすごい素敵で、高瀬っていう瓦そばの発祥なのかな、なんかそこをね食べに行ってみてくださいって結構コメントいただいたんですけど、高瀬はまだ行ったことがなくて、今から行く柳屋だったかなっていうところは3回4回ぐらい行ったかな。今日もね高瀬ではなくそこのお店に行っちゃいます。高瀬はまた今度珍しく車がすごく多いんですよね。なんでだろうな。そろそろだぞ。そろそろ。湯本温泉の駐車場あるけど、バイクはどこに止めるんだろうな。の駐車場でいいのかな、まあ、とりあえず行ってみるか。あ、バイクあそこだ。お、ここでいいんだ。やった。
まさかのね、柳屋さんがお休みというハプニングがありましたけども、まあ、川尻岬の方に進んでいきたいと思います。